シアルブラザーズ。サタンの部屋。よっこの手はヘルヘム初日これかやっていくっていうやつで、さあヘルヘムやっていくか。一応さっきラスゲミリ残して負けたんだけど、まあ、結局よく分かってねえところが多い。まあ、とりあえずこの剣取って敵を殴ればいいんだけど、オッケーオッケーオッケー、またこの剣を取ると次のターンシールドが出てくると。その交互を繰り返す。で、このヘルは、まあ、おそらく友情コンボでしか倒せない。だよな、これ。オッケーオッケーオッケー。そんな感じ。で、今回この当該とハンターキング、まあ、連れてきてる理由が、まあ、普通に適正なんだけど、これ結構すごくて、まあ、今回全然厳選してないのよ。なのに、SS を撃つことによって、めっちゃ飛ばせんのよ。で、これさっきやった感覚では、ボス戦のその覚醒後がめちゃくちゃ難しい。この盾を出した状態を保たなきゃ負けてしまうから。だったら、ボスが覚醒する前に、弱点に SS を叩き込めば、この当該が、一発目13倍なのよ。それを活かして、もうバン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 飛ばしていくという作戦をやっていくぜ。あと、スクランブルレーザーも強いし。で、これ、ハマったりするよりは、普通に暴れて相手に取ってる方が結構楽かも。あの木何なの一体。あの木何してくんの、結局分かってねえんだよな。で、これもハマりに行くんじゃなくて、こんな感じで相手にしっかり取って、あ、ハマった、オッケー。いい状況をまあ築いていくと。これね、これ両方ある状態。そのボスの覚醒後がめちゃ強いのよ。常に盾がある状態にしないと即死を打ってくるから、それ結構ひどくない？本当に。なんかヘルを倒したら覚醒するから、そのヘルを倒す前にボスに大ダメージを与えておくと。いやーでもちょっと今回、これ下ってんな、これ。下ってんな。超究極とか豪絶に慣れすぎて、もう完璧に厳選してない。ちょっと爆絶舐めてるわ、これ。これで勝てなかったら結構怖いな。で、勝ちあいつらが、アイテムの上に塞がって、覇者のと39回みたいな、ちょっとちっちゃい嫌がらせをしてくる。ちっちゃい嫌がらせっても結構でかい嫌がらせか。怖いよ、あれ。で、それもあるから、まあ、貫通タイプで行くのは結構難しいのか。だからビナーがまだ適正じゃないと。これビナー使えたらごめん、これ。これでいい感じに削っていけるか。まだいけない。まあ、多分次いける。即してない、即してない、これ。うわ。さあ、オッケー、これで突破。で、盾は取ると全員盾状態。剣取ると、まあ、1体だけ。あ、これあったな、ここ。まあ、なんだかんだ友情コンボ拾っとけば大丈夫だろう。はい、オッケー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 。だがこれ倒しきれなかったら相当ダメージ受けるな。怖っ。いいんじゃない？いいんじゃない？これどれだけ食らうの？いや、ウィンドで、あ、じゃあ、盾か。さあ、ボス戦は近いぜ。マジで、でもまあ、そっか。ボスにあたりでぶちかましていくから。まあ、ボス1は、ちょっと覚醒状態で戦ってみるか。そっちの方が面白い。いや、まだボスついてない！まだボスついてない。なんかあったっけ、これ。これか。これか。どうしよう。ちょっとハマっていく？さすがに今の角度ダメだったな。おい、初ターンはこいつら倒しておくべきだったのか。鬱陶しいとか、俺、待って、大丈夫これ。大丈夫これ。いけるよな、これ。怖っ、マジで。これ即死じゃないな、これ。即死じゃない。どうなのこれ。さすがに無理だよな。うわ、待って、ちょっとくるくる、どれこれ。いや、違うんかい。でもこれ、これだわ。これ即したわ。危ない。危ない、危ない、危ない、危ない。危ね。これもうボス戦だろ。よっしゃボス戦やっていこうぜ。さあ、まず最初は、覚醒させて戦ってみるぜ。え、待って。ああ、そうか、そうか、そうか。半金剣持ってないのか。だから今、ヘルに取れなかったのか。マジで。よっけ、いいんじゃないこれ。いいね。で、ヘルを倒したからボス覚醒と。で、この次の攻撃が、即死。だからこの剣を取って、必ず盾を出すと。で、この盾を取って、防御アップ状態にして、ホーミングを食らっていく。さあ、全く食らってない。オッケー、サンキュー。3級ではない。まあ、盾に対しての3級か。おりゃ、オッケー。で、ボス2からは、覚醒させずに、バーンと決めていく。はい、オッケー。完璧。だから、当該しっかり厳選してきゃ、かなりいけたのかな、これ。ちょっと上乗っけて突破するわ。上乗っけて。これ確実でしょ。よし、オッケー。さあ、次、ボスに。当該、一匹剣持ってる。これで飛ばす。あの、ごめん、飛ばせねえわ。飛ばせない、これ。多分、ちょっと残る。当たる、これ。行ってこい。オッケー。このパワー！いいよ、いいよ、いいよ。だからまあ厳選して、もっと体力減らして打てば完璧だわ。いや、これでしょ。覚醒させずにやるべきでしょ、これ。で、次は、まあ、当該でやりたいけども、当該でいけたらいくわ。半金もなるべくちょっと見せたいから、どうしよう。これで暴れて、まあ、ヘルは倒さないでしょう。よし、オッケー。いいんじゃない、いいんじゃない。あ、待って、これ。火事倒すべきやった、これ。降りてくる、もしかしてこいつ。来る、これ。おーい、ちょっと、マジやってくれたわ。弱点来てるし、おい、ちょっと待って。まあいいや、これ、半金見せればいいんだろ、これ。半金でこう、で、これ、2撃目も十分あるから。2撃目も十分威力あるから、これちょっと当てていくわ。行ってこい！いやー、足らない！すっごい勢いで通過したわ。で、半金の時になったらこれ上がっていくのね、ピュって。で、弱点を横間でバーってつけば、倒せる。弱点運じゃん、それ。大丈夫？しかもこれ、ヘル倒したら覚醒すんのよ、あれ。で、剣持ってんじゃねえか、アラミス。横間で降りていったら大丈夫これ。さすがに倒せねえな。了解！オッケー！オッケー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 。さあ、これで弱点、右来い。あーがだったら、これ上行って下はまるしかねえな。うわー、いけるか、これ。決めたい、これ決めたい。覚醒はダメ、ダメ、ダメ、させたらダメ。あ、ガイド。ちょっと、いいや。もういい。行ってこい。だー！このパワー！半金強。当該も強。当該ちょっと遅いのが弱点だけど、友情も強かったな、俺。よかったらお前の年まで、よかったらお前の年まで。いいからそこに並べ。俺が夜勤をしてやるからよー！夜勤が可愛い。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。また次の夜会で待ってるぜ。泣きって仕方ねえ。